出た。久しぶり、お兄ちゃん。なんて顔してるの？妹の顔忘れちゃった？連絡したのにもう、寝てたって今何時だと思ってるの？まったく。これからしばらく泊まらせてもらうからよろしくね、お兄ちゃん。暑いね、東京って。あのさ、エアコンとかつけないの？節約って、まあわかるけど、私がいる間くらいは使ってよ。ちょ、あんまり見ないでよね。お兄ちゃん、ちゃんと一人暮らしできてるの？だってお兄ちゃん、こっちに就職してから全然帰ってこないし、連絡もくれないじゃん。だから、私はお兄ちゃんの生活指導に来たの！ちゃんとしなきゃダメなんだからね！何にもない。お兄ちゃん、何にもないよ！普段どんな生活してるの？なんかちっちゃい頃思い出すね。どう？結構練習したんだよ、料理。どうかな。まあこんなの普通だけどね。明日は仕事なの？そっか。留守は任せてよね。あ、無事だよ、お兄ちゃん。おかえり、お兄ちゃん。なんか元気なくない？お仕事忙しいの？お疲れ様。お兄ちゃん、一人暮らしでもっとのびのびしてるのかと思ってたのに、なんだかいつも疲れた顔してるなって。別に心配とかそういうんじゃないけどさ。